7月の記録的な大雨で大きな被害を受けた酒田市の大沢地区で昨日、地元の児童たちが地域のシンボルを形作るライトを山に設置しました。今年は復旧への願いを込めて、心のこもった希望の明かりとなりました。昨日朝、酒田市大沢地区の大沢コミュニティセンターに地元の児童たちが集まっていました。これから大沢地区が復興していくことに向けてのシンボルにもなるかなと思いますので、ぜひ皆さんの力も合わせて、ライトの点灯を成功させたいなと思います。7月、大沢地区では記録的な大雨で荒瀬川が氾濫し、橋が崩落したほか、民家に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けました。今も復旧作業が続けられています。そこで今回、地域で毎年行われている取り組みに復興への願いを乗せることになりました。地域の魅力発信に取り組む大沢コミュニティ振興会が2018年から行っている取り組みは、大沢地区の山を大の文字に刈り込み、そこに LED ライトを設置して大文字のライトアップを行うものです。昨日はライトを設置する、木々を大文字に刈った山の斜面を目指し、児童たちが登山に挑みました。木々に囲まれた登山道を歩いていくと、目の前、そうですね、大文字なんですけど、この急勾配を登っていきます。最後に待っていたのは傾斜およそ30度の急斜面。児童たちは斜面に手をつきながら慎重に登っていきます。疲れました。めっちゃここ高くてめっちゃいいです。麓から30分ほど歩いてきて、今急な斜面を登ってやっとたどり着きました。すごくいい見晴らしです。これからライトの設置作業が始まります。ここからが本番。児童たちの気合も十分です。こちらが完成図です。児童たちは急な斜面の中、大文字を彩るライトを設置しています。先生、緑になりました。児童たちは設置場所の計測やソーラーパネルのついたライトの取り付けなど、役割分担をしながら作業を進め、7色のライトを設置し、光る大文字を完成させました。苦しかったけど、ライトアップの設置ができて良かったです。とっても達成感があった気持ちで、すっきりしました。みんなにも感動してほしい、ライトになってほしい。今まで住んでたところと全然違うなって思いました。ライト見た人にどういう気持ちになってほしいですか？元気になってもらいたい。外から関わっていただける皆さんの力も合わせて、大沢地区の復興に向けてまた一歩一歩進んでいきたいなと思っております。この大文字は来月上旬まで、復興への願いを乗せて午後6時ごろから毎日灯されます。児童たちの見てもらいたい、元気になってもらいたいというコメントがこう、力強かったですね。はい。それにしても大内さん、はい、ものすごい斜面でしたね。そうなんです、はい、私も今日は筋肉痛で、はい、体のあちらこちらが痛いですその気温も高くて、急斜面の中での作業は決して簡単なものではなかったのですが、児童たちは少しでも大沢地区の力になりたいと話していました。汗を流しながら山に登ってライトを設置する児童たちの姿に、私もすごく力をもらいました。そうですよね、はい、大内さん、1ヶ月前にも取材で、はい、大沢地区を訪れていたということですが、1ヶ月ぶりの現地の様子はどうでしたか？はい、1ヶ月前と比べると道もかなりきれいになっているようでしたが、一方で土砂や流された木がそのまま残っているところもありました。復旧作業が続く中、児童たちが設置したライトの大文字を見て、多くの人が勇気づけられるのではないかなと思います。